皆さんこんにちは。今日の動物です。映画やアニメによく登場する電気攻撃、実際に電気を作って攻撃する生物がいることを知っていますか？今日紹介する動物は電気ウナギです。世界で最も広い川であるアマゾン川に主に生息する電気ウナギは、稚魚の時は長さが3センチメートルしかないが、1年で1メートルまで伸び、成体になると長さは2メートルを超え、重さは20キログラムもある。電気ウナギは不思議なことにウナギ科ではなく、コイやナマズ科に似ているそうですが、電気エイや電気ナマズも体から電気を作り出すことができるが、電気ウナギには比べ物にならないほど弱い電気を作るという。アマゾンでは電気ウナギを死を呼ぶものと呼んでいるが、理由は電気ウナギが最大859ボルトの電圧と 3.2 アンペアの電流を作ることができるためだ。普通の人なら 0.1 アンペアでも死ぬかもしれないので、電気ウナギが作り出す電気は恐ろしいほどのパワーだ。では電気ウナギはどのようにして膨大な量の電気を作るのだろうか。電気ウナギの身体構造を見ると、頭部の 20% に大部分の内臓が集中しており、残りの 80% の体にほとんどが電気を作り出す周線の細胞で構成されている。細胞一つが作り出す電気量は弱いが、電気を作る細胞が周線個もあるので、電気ウナギは850ボルトの電気を作ることができるのだ。しかし電気ウナギが850ボルトの電気を作り続けることができるわけではない。視力の悪い電気ウナギは普段は10ボルト程度の弱い電気を作り、周囲に接近する小魚を探知し、狩りをするときに強力な電気を発生させ、気絶させた後に食べる。強力な電気を発生させ続けるとすぐに疲れる特性を持っているため、原住民は電気ウナギ狩りをするとき棒で水面を叩いて疲れさせた後、網で捕まえるという。電気ウナギも自分の電気攻撃で無事ではない。そのため大部分の重要な内臓器官が頭側にあり、電気を作る部分と最大限距離を置いており、絶縁体の役割をする厚い皮下脂肪で相当部分関連に防御しているが、全て防ぐわけではないという。米国バンダービルト大学ケネス・カタニア教授は数年間電気ウナギを研究していて、偶然不思議な現象を発見しましたが、電気ウナギが水槽に半分浸かっている物体に向かって飛び上がり、顎を当てて感電させる場面を見たのだ。カタニア教授はこの行動は電気ウナギが脅威を感じた時最後の攻撃をしたものだと仮定し、立証するために電球が入ったワニの頭のような形をした模型を電気ウナギのいる水槽に入れることになるが、電気ウナギはワニの模型に飛び乗って電気を送り、模型に埋め込まれた電球が点灯するのを見る。また電気ウナギが高く飛び上がって接触するほど電圧が高くなることがわかりますが、水中から電気を出すと電気が四方に広がるため弱い衝撃しか与えないが、直接接触するとさらに大きな衝撃を与えることができるからだ。アマゾン川で最強の生物の一つであるワニは強力な顎で木の板をも打ち砕く力を持っている。もしワニと電気ウナギが戦うことになったら誰が勝つことになるだろうか。お腹が空いたワニは目の前で泳ぐ電気ウナギを発見します。注意深く見守っていたワニはついに強力な顎で電気ウナギを噛んでしまうのですが、その瞬間突然ワニがブルブル震え、そのまま電気攻撃に気絶してしまいます。最強と呼ばれるワニも電気ウナギの強力な電気攻撃にはあうしかないようです。水族館に行くと電気ウナギが電気を作って電球をつける姿が見られますが、それなら電気ウナギで発電所を作れるんじゃないかと思いますが、電気ウナギが生産する電気は強力な電圧を持っているが瞬間的な現象なので、自宅で使用する電気とは違って稲妻と似ていると考えればいい。
電気うなぎ数万匹を一箇所に集めて発電所のように使う方法もあるが、むしろ電気うなぎの飼料として使われる費用がさらに多くなるという。今日は地球上で最も強力な電気を作り出すことができる生物、電気ウナギについて紹介しました。次に紹介する動物も期待してください。